戏生存下有理。今天的主题是表现食物的日语，一起学日语吧。やっぱり日本人と言ったら白米。私の大好物といえば皆さんご存知の唐揚げ。そして最後、松村さゆりといえばリンゴ。みんなちゃんと覚えてね。今天要学的日语是第一个是白米。第二个是唐揚げ。唐揚げ。唐揚げ。最后一个是リンゴ。リンゴ。リンゴ。それではここで問題です。これは何でしょう？チッ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 、何かな？何かな？皆さん大正解！正解は白米でした。お願い、白米先にちょうだい。あげない。大家有学到了吗？那么我们下回见吧。